所は、出口たけみ講演会の事務所のもし番でこの10番いただけると嬉しいです。私からのお話は一旦はこれで、本当にちょっと最初の方わからないところもあるんですけども、本当に1期目出られた時から本当に変わらず、信念変わらずずっと持ち続けてこられた方だと思っています。それで他の市町村には見られないいい政策も当然あると私は思っていまして、その政策に面本当に今までも地域を回っていて、これは残してほしいというようなものもありますので、そういうのは引き続き私も受け継いでいけたらなというふうには思っています。ただ先ほど最初にも申したんですけれども、まあ保育士と考えが違うところもあり、そこは、私の考えを主張していけたらなというふうに思っていますけれども、私自身はやっぱり中長期の計画を、総合計画ですね、を立てて、財政に対する健全化というか財政調整基金が少ないというのは報道されているんですけれども、そこはもう少し積み立てていった方がいいかなというふうに思っています。他にも応急診療所の負担金については私は負担をしてしっかり対応した方がいいかなというふうに思います。他にも学校の環境に関してですね、改善できるところはあるのではないかなというふうに思います。で、大予期診に関しては、基準どこまでが健康被害が出るのかというのは本当に長い年数をかけないとわからないことではあるので、私自身はきちんと基準を守るようにしていった方がいいのではないかなと思っています。で、そのためにゴミ処理施設は県内で一番古い施設になっていますので、非常に財政的な負担が大きいんですけれども、まずは新しい施設が建てられるかどうか、これは本当に鏡との相談にもなるんですけれども、そこはちゃんとしっかり財政的なことも考えて、まずゴミ処理施設がちゃんと私の作れるかどうかという計画はしっかり立てていきたいと思います。組織、そうですね、自主防災組織という言葉は使わなかったんですけれども、地域の方と地元の消防団の方、または消防署ですよね、との連携は本当に必要だと思ってまして、日頃からのそういう助け合える仕組み、組織を作ったり、その地域の方の防災の意識ですかね、防災意識、減災意識っていうのは高めていかなければいけないかなというふうに思っています。私は部活動をやっぱりやりたい子もいるので、見直しはしたいと思っています。で、その中 でも今の小池市長さんがおっしゃっているように、先生方の負担が大きいというのは確かだと思うんですね。そこは本当に負担が軽減されるように外部指導者の方を探して導入できれば、すぐに全ての部活動についてっていうのは難しいかもしれないんですけれども、これは地元に新潟経営大学もありまして、本当にスポーツも強い大学でもあるので、そちらと連携をしながら、また地元で本当にスポーツで活躍されている方も多くいらっしゃるので、そういう人材を活用して外部指導者の導入もしていきたいなというふうに思っていまして、もう部活をやりたい子はちゃんとやれるという環境を整えたいと思います。現実的に新しい施設を作ろうと思ってもすぐに作れるわけではなくて、まず計画に 5,6 年はかかるだろうと。で、そこからまた建設、もし作るとしても建設に入っていくと、新しい施設も作るできるまででもまだ時間はかかるんですよね。で、その間に今ある施設を少しでもやっぱ長く使えるようにするには、ゴミの分別をしたり、ゴミを減らす工夫っていうのは必要になってくるかなと思います。そういう意味では、分別とゴミ袋の流用化は必要かなと思っていまして、確かに負担、今から比べれば市民の皆さんには負担になるんですけれども、三条市の例を見れば1袋30円くらいですかね、ぐらいで10袋くらいので30円くらい、それを週3回ゴミ出すとして、1週間100円、月に400円から500円の負担にはなるのかなというふうに考えていて、そこは
人に理解を求めながらいきなり、あのじゃあ有料化っていうふうにするんではなくて、きちんと説明をして理解を得ていきたいなというふうに思います。ただあのその選挙に向けての活動をする中で議員をやってるのかっていうご意見もありまして、すごく悩ましいところではあります。ただあの私自身しっかりね意見を伝える場が議会になるのか、それともより多くの皆さんにお会いしてそういう意見を伝える場になるのかが、ちょっとこれからのちょっともうちょっと状況次第で変わるかなという気も思っています。コミュニティセンターもそうなんですが、まあ、先ほどと申しましたあの美人の湯もについても、まあ、全て一緒というのも変なんですけど、一緒にしてそのどのようにまずして市民バスだけで市民バスをすぐになくすとか、はい、ということではなくて、まず全体の財政状況も考えながら、まずどこを改善していった方がいいのかなというのを考えていきたいなというふうに思っています。市民バス一つとってもじゃあもう本当に朝多く利用されている時間帯もありますし、路線もあるので、その路線をそのまま残したり、で昼間あまり使われていない時間は減らしてもらう、またはあのバス自体も古くなっていますので、そこを新しくするときにもう少し小さいバスにしてもいいのかっていうところも、そこは全部総合的に考えていかなければいけないのかなというふうに思います。そうですね、多線に対してという批判は、私自身は持っていませんで、あくまで、現在の小池市長さんとの、まあ、考えというか路線が違うところがあって、まあ、私自身が市長に立候補したいということです。市長さんの業績に関してはですね、あの本当に何ですかね、さまざまなあのインフラの整備というんですかね、賀茂大橋もできましたし、あの小池市長さんでなければできなかったこともきっとたくさんあるのではないかなと思っています。先ほど耐震化の話も出ましたけれども、学校のエアコンについては県内ではいち早く入れられたわけで、そこも小池市長さんならではだったのかなと思います。一方で、耐震化が遅れていたり、先ほどのゴミ処理施設がまだ更新されていなかったりと、小池市長さんはそれ大丈夫だという話もありますが、私自身は新しくしていった方がいいのではないかというところもあります。私自身はあの、まあ、今ちょうど子育て世代、子育て中でもあり、まず今の子どもたちの未来に責任を持った姿勢をこれから作れるかどうかというところを、まあ、想定にしたいかなというふうには思っていまして、そのためにあの学校の教育環境、子育て環境の整備というのをしっかりしていきたいなというふうに思っています。またあの本当に今まであの小池市長さんがやられてきたというか方針でやられてきたことで、まあ、新しい施設、ごみ処理施設やあの先ほどの自主防災組織もそうなんですけれども、まあ、かもしれないものもあるわけですよね。またはあの更新が進んでいないものもあって、そこを